さんお疲れ様です。ということでね、今日は8月の31日ということで、8月の最後の日ということになりましたね。夏休みももう終わってしまいますね。これだけね、暑い日が続いてると、もう夏もいいや、終わってくれって思う感じだとは思うんですけど、そんな中ね、僕が児童虐待をね、なくすための活動を、今日も続けております。で、今日はですね、ちょっといつもと感じが違うと思うんですけど、こういうね、記事が出てたので、ちょっと見過ごせないなということでね、紹介していきます。児童虐待の対応件数27年連続で増加。ね、27年連続で、この上がり方はもうやばくないですか、これ。何倍になっとんのよって。子供の数減ってんのに、虐待の数うなぎ登りって。やばくないですか、これ。で、これな、17年なんで、去年のね、データなんで、今年はもっとね、上がるでしょう。このペースでいくと。ね。で、細かい内訳で言うとね、圧倒的に多いのはやっぱ心理的虐待なんですよね。で、心理的虐待。簡単に言えばね、子供の心を傷つけるような行為ですよね。が、もう圧倒的に多いということなんですよね。結構意外なんじゃないですかね。虐待といえばやっぱね、こう身体的虐待、暴力であったりね、そういうところかなと思うんですが、圧倒的にもう50%、60%以上でね、もう心理的虐待っていうのが多いわけです。で、都道府県別で見るとですね、1位が大阪、2位が神奈川、3位が東京ということで、僕がいる今ね、神奈川が2位ということなんですよ。これはちょっとね、よろしくない、ちょっとやりきれないデータなんですよね。ということでね、いろいろ調査してるわけなんですが、徐々にですね、その虐待についてのメカニズム、児童虐待を起こるメカニズムっていうのがだんだん分かってきたんですよ。ね、日本なんでこんなね、児童虐待がこんな増えている、防げないのか。ね、防げないのかっていうところを調べていくと、いろいろな理由がね、見えてきたんですよね。で、一つがです。いろいろあるんですけどね、その親の教育っていう部分もあったりするんですが、一番大きな部分としては、そういう児童虐待があった時に、子供を助けられる、システム、制度が整ってないんですよ。法律ね、裁判所とか司法であったり、関係機関ですよね。関係機関が助けることができない。それは何かっていうと、親権なんですよね。関係機関、裁判所もそうですけど、親権者が絶対だという考え方なんですよね。で、仮にそのね、虐待する親が親権者である場合は、その虐待親を保護するような制度なんですよ。システムなんですよ。なんでそうなっちゃうかっていうと、認識なんですよね。認識です。それが虐待なのかどうかっていう認識がなさすぎるんですよ。その関係する機関にいる人間たちのね、関係者、職員の認識がないんですよ。で、一番何が認識がないかっていうと、心理的虐待なんですよ。で、その中でも、僕がね、やっぱ一番怖いなって思ってるの。不当なね、子供の連れ去りだったりね、良好な関係の親子を引き離すとかね、会わせなくするっていう断絶行為っていうことが、非常に大きなね、深刻なね、子供の心を傷つけるという深刻な、重大なね、心理的虐待に当たるということなんですが、それは厚労省もね、もう認めてます。ね、断言してます。ですが、それを認識している人がほとんどいないんですね。子供と、ね、関係する機関の、中にいる人間が、そういう連れ去りとか親子断絶か心理的虐待に当たるという認識がほとんどなかったわけです。で、それによって、子供が、ね、犠牲になっている。虐待された子供が親権を持つ虐待親のところへ戻されてしまうと、虐待親から守ることができないということが分かってきたんですね。で、これではまずいということで、ね、親権者だから虐待していいってわけないじゃないですか。これはまずいってことで、まずね、認識させることだなと。
ね、その不当な連れ去りだったりね、断絶することが心理的虐待に当たるんですよという認識をまず関係各所のね、関係機関の全員が持っていないと対応ができないと、いうことで、周知活動ですね、こういったね要望書を各機関各省庁に送ったりね、直接行ってね、僕が話して説明したりとかね、この前も教育委員会行って説明してきましたけど、そういう活動をやってるわけですね。で、今日もねもちろん行ってきました。で、今日行ったところでですね、もう恐ろしい体験をしたのでね、ちょっとその体験を話していきたいと思うんです。